後ろの縦パスですよね。はい、山田浩太から逆に来たビニシウス拾ってエリアの外、山田浩太右足振り抜く、決まってしまった。押しながら、サッコもエリア入ってくる、ヒールでスラして、このままアウト。ドゥドゥがここも行きましたが、降りてきて受けた山田浩太、前を向くスーパースレーできた、加藤か、加藤、折り返し、ハンダ山田浩太浮かせて、ビニシウス・アラウージョ。Here we go。 サイドの南、山田浩太左と見せかけて右か、南、ワタッチ、山田浩太、山田浩太、折り返し流れてきた。高原、斜めの動き、山田浩太を使うか、右、山田浩太が空いている、その山田浩太切り返して、山田のシュートを放った。続いてますね。はい、さあ今度は右サイドから愛媛陣内入っていきます。斜めのパス、ラストパス、ビニシウス、ビニシウス打ち切れない、その後山田浩太切れ替わった山田浩太、山形多いぞ、5対2、山田浩太、山田浩太がかわした、入れてくる、ビニシウス、ビニシ切り返してビニシウス、左に降りた南から山田浩太、さあここで藤村が出てきましたが、山田浩太続きます。しかし結果と切り替わって、さあ山田浩太から左運びます。中原、鎖打ち込んで山田匠から山田浩太に来た、山田浩太折り返し、林縦のパス、山田浩太ここ受けられるか、山田浩太決まった。南アウトで出して山田浩太、ワイドに広げて半田宗、中原が前に侵入する、ビニシウス・アラウジョとのパス交換から抜けてきて、ビニシウス、さらに右足のシュート来た。このパスをカットした山田浩太、切り返して中原、中原決まった。逆の山田浩太に持ってくる、山田浩太折り返し、そして差し込みですが引っかかる、あーナイスディフェンス、河合がすぐに行きました。しかし山形出てきて、そこで押し上げましたね、非常にいい判断だったんですね。山田のシュート、山田浩太すぐ奪って右足、